はい、こんにちは。日本改革党靴沢です。大きい赤ピッピ様、水戸の広瀬様、ご支援ありがとうございました。何度もご支援いただきまして、誠に恐縮であります。あれは私頂戴して政治活動を資金させていただきたいと思います。昨日後ろに飾っていたですね、当たり前だのクラッカ ー, あー、これ近所の大きめの100均で、見つけまして、YouTube に白黒映像とかあるんですけれども、藤田誠さんがですね、俺がこんなに持ってるのも当たり前だのクラッカー、宣伝してたんですね。中身こんなになってまして、食べてみると素朴な味、なんかリッツとかより、塩味、まあ、全体に味が薄い、小麦粉の味わいですね。なんか乾パンみたいな味がします。で、表面に前田の M かな、M って細く刻んであって、そういう代物でありました。私も初めて見つけて、名前は知ってたけど未だにあんのと思って100均で買ってしまいました。アダモちゃん、島崎敏郎さん68歳急性心不全で死去、2021年2022年、戦後初めてですね、平均寿命が 0.5 歳ほど減少したんですよ。60代70代で亡くなる著名人がここ最近多いなーという話なんですけれども、内科医さん、老衰としか判断できない70代が増えたそうで、現在の平均寿命は男81歳女性87歳なんですけれども、飽食と食品添加物、高度経済成長の大気汚染の中育った戦後生まれは今の80代90代みたいには長生きできないかもしれないなーっていうのが私の説です。異論は認めます。ですんで今の団塊世代、は85とか、高野区長、豊島区の85で亡くなりましたけれども、もしかしたらそんなに生きれないかもしれないなぁ、思っております。日本は世界の恥と言い放った反日密入国韓国人アンミカ、どん兵衛の広告に起用して日清食品大炎上と、世論です。チェンジで不買運動だな、本当に不愉快、なんでこんなことしたの、株主総会で聞かれると思う、大炎上で話題性という意味では大成功と、上弱の広報部が電通にそそのかされたんだか、広告代理店に騙されたんだか、それとも日清に電柱が入り込んで中から腐らしてんのか、いずれにしても残念であります。買えないっすね、もうね。ロッテ、サントリー、花王、ニトリ、あと、何すか、売国企業、どこあったっけな、カルビーもダメなんでしたっけ、韓国に工場かなんか作っちゃってね。いずれにしても、なんでこんなことしたのかな、情弱も過ぎるよな、それともわざとかな、疑問に思わせる事件でありました。子供が3人以上いる世帯は大学無償化、再来年から不公平だとネット大荒れだそうであります。中日新聞の記事なんですけどね、世論です。減税すれば無念、財源どうすんの、うちは3人大学に行かせたばっかだ、不公平すぎる、公立大学学費免除だけでいい、学費がバカ高い私立の医学部も全額補助すんの、なぜか外国人ばかり増えるとか、外国人が家族を呼び寄せる、一人しか産めなかった税がおごっとります。一番腹が立ってんのはですね、子供が一人か二人で中高生の親ですかね。もう一人産むのはちょっと年取っちゃったな、今から学費無料を狙うなら頑張ってもう一人産むか養子をもらうかかな。養子に出す方もですね、学費無料のメリットあるしね。で、大学終わったら、返してもらえばいい。こういうのが横行したら、産んでもらいたい目的、達成できませんね、これね。少子化対策にならないですね。養子が横行したら。学費がバカ高い。私立の医学部も無料となればね、頭良くなくても医者になれるとなれば、医者の質低下しますね。医者の価値も低下しますね。医師の国家試験の合格率も下がりそうですね。日本人限定、
公立学校だけってしないといろいろ問題出てくるよ。いずれにしてももうちょっとですね、内容の詳細が知りたいもんですね。続報待ちですね。岸田総理、会長を辞めるだけでなく岸田派を離脱すると発表。マリリン・マンソンからマリリン・マンソンが離脱みたいな、世論です。岸田がいない岸田派とはやましいことがあるってことだな。裏金が解決してから離脱せよ。責任追及から逃げただけ。逃亡メガネ。ああ俺分かっちゃったわ。派閥から離脱しても信頼回復にはならんぞ。そもそも総理の間は派閥抜けるのが慣習だったのに。岸田派でも裏金作りやってんでしょうね。だから我が身可愛さで慌てて離脱逃げたと。信頼回復どころか疑惑は深まったじゃん。つくづく政治センスないっすね。バカとも言いますけれどもね。岸田総理ね、安倍派の松野官房長官も裏金1000万円超、東京地検特捜部が把握してるそうであります。やる気なさそうなすっとぼけた顔して主も悪いよのと、いうことで、世論です。派閥関係なく自民党内のすべての議員が包括的に闇金を受け取ってるんだろう。おいおい庶民は雑所得20万円超えから 20% も取られるのに、これサラリーマンでも副業で20万円以上稼いじゃったら、申告しなくちゃいけないっていうのが ありますね。はいはい、秘書のせい。5年で1000万とかその程度で済むわけないわ。萩生田が一番やばいらしい。近々緊急入院しそうやね。官房長官辞任は否定だって。そしたら総理にまで責任及びますねこれね。今月も来月も内閣支持率過去最低記録更新決定ですね。やったね父ちゃんいう感じで。次も自民党関連。トルコ政府にテロ支援組織に指定された川口のクルド文化協会と年頃にしていることを批判された和田政宗さんに、そういえばハエトリグモの政宗、今日も見かけました。廊下にちょっと暗いとこにいてゴミかなと思ったら政宗でした。誹謗中傷の事実を自民党と党の顧問弁護士に相談した。刑事民事など必要な対応を取っていく。まあ、法的措置をほのめかしと。自民党、うちの弁護士が動いているとは聞いてなーい。世論です。相談したがまだ動いてないってこと。党と相談したってのが嘘だった。もう3日経過してるので、党が知らないというのには無理がある。法的措置を取るって言って、取らないのは脅迫になる。追い詰められてるみたいな。その場しのぎの嘘つくから。どう見ても提訴をほのめかした、恫喝脅迫だなー。訴えてやるはダチョウクラブだけでいいですよね。私に内容証明送ってきた河野太郎といいですね。法的措置で脅すのが流行りなのかな。批判を誹謗中傷って言うんだったら根拠示して反応すりゃいいのにね。事実と異なるって言うなら提訴すりゃいいしね。提訴するなら黙ってやりゃいいしね。不意打ち食らわした方が裁判に有利でしょうが。だから訴えるは脅しとしか取られませんよね。今日のその他のニュース。10月の実質賃金は前年度比 2.3% 減少。これで19ヶ月連続減少と。今月も来月も内閣支持率が下がり続けるよ。日本政府、衛星いぶきで観測したけど、中国が排出している炭素ガスは、言ってる量、発表の量の 1.5 から3倍だわ。現在でも、総排出量の4割中国が出してるんだよね。仮に2倍とすればですね、地球上の炭素ガスの8割を中国が出してることになりますね。中国共産党に経済活動させちゃダメなんだな、これな。やっぱね、チャリンコ必死でこいてる、昔に戻ってもらわないとな。日本はレジ袋なんて細かいことで我慢するよりね、中国経済を妨害して排出をですね 1% でも減らした方がはるかに効率的だし有意義。自国産業保護にもなるしね。根本的解決はせず被害者支援を建前に永遠に公金集中を狙った立憲のホスト対策法案、与党が難色を示し成立の見込みがない模様。対象の自立を目指さずですね、永遠に飼い殺しする
伴走型支援っていう概念を生み出したのは元厚労省次官でコラボパップスボンド若草と関係が深い村木敦子であります。ホスト対策法作るんだったらキャバクラ対策法とか風俗対策法も作らなきゃ男女差別ですよね。共同通信に国税がガサ入れ、極めて悪質な脱税行為の疑いだって、共同通信その他の大手メディアやこれを報道せずマスゴミしずくさを貫くと、お前らね、あの手に手を取って、そのまま改心せずに沈んでけ、みんな一緒になって、朝日新聞社説エビデンスが他人を叩く棍棒になっているなんて言ってますけれども、これがどれほどおかしいなこと言ってるかですね、横文字使わずにですね、根拠が他人を叩く棍棒になっているって言い換えてみれば一目瞭然ですね。叩かれるに足る根拠があるから叩かれるんでしょうが、朝日は叩かれすぎて発狂したんだなーって、唐揚げ専門店の倒産が過去最多、増えすぎただけですよねこれね。たい焼き屋とかあの食パン屋とかタピオカ屋とか、今まであったけどそれと同じってだけだよね。これは儲かる、これは流行ってる、っていうのに飛びつくから悪いと、イタリア政府一帯一路離脱を正式に中国に通達、中国共産党断固として反対する。いやいや、あの愛想つかされた方が反対だって言ってもね、中国共産党はバカだからこれがどれほど惨めなこと言ってんだか分かってないんですよね。奥さんに出ていかれた男はですね、出ていくことに断固反対するって言ってるようなもんですよね。何言ってんだお前って話。中日ウクライナ大使、人道支援として地対空ミサイルくれそれ人死ぬし人道的じゃないよね。ちょびひげ、私は間違ってるが世界はもっと間違っているを思い出しました。何言ってんだ大使とあるものっていう話なんですけど、人道支援じゃなくてロシア兵を撃退するために地対空ミサイルくれって言ったらまだまともですけどね。まあやるはずないんですけどね。というわけで12月9日明日拉致被害者救う会署名活動、やります。お手伝いください。29日、忘年会やります。ご応募ください。メール等員の皆様よろしくお願いいたします。デトックスジャパン。